時間です。昼食なんかあるよ。そう、昼食ということでですね、スタッフさんから供給されまして、はい、今皆さんの目の前にありますこちらの、まあ、もろもろのものですが、これ好きなの1個だけ、食べていいよということなので、これ食べ物じゃないの？食べ物なのでこれも先生も含めて、食べていいよ、好きなの1つ選んでください。好きなのでいいです。じゃあ俺本当だよ、どれが来るかな。先生それですかね、うん、私ダミちゃんに取られちゃった。好み、じゃピーナッツクリーム好みのもの選んでいただきました。今回の、まあ、ちょっとその前にですね、うん、いろいろ毎回コメントを YouTube の方でいただいておりますので、うん、まずその紹介をしてから説明させてもらいます、いろいろコメントいただきました。今回ちょっとお伝えしますと、広瀬さんダンスうまいというコメントをいただきました。あれはねもうちょっとね、俺いろいろな動画見て、はい、あそうかこういう踊り方あるんかと思って、今踊ったらもう完璧いやじゃあまたもう一回ねキツネダンスする回とかも設けて、ちゃんと練習してね、うん、で、他にも来てます。広瀬さん、プライベートは何して過ごしてるか気になりますということをいただいておりますが、普段は何してるんですか？仕事じゃないです。あ、仕事じゃないというね、やっぱりあれゴルフだな。この間日本では初めて経験したんだけど、はい、ナイターゴルフ。へえ。いや十分ボールも見えるし最高だな。おお。涼しかったし。ナイターゴルフだとご飯も何ですか？一番最後のスタートは夜8時だから、もう12時過ぎ。なるほど、ということでプライベートでゴルフをしているということでございます。ちょっとまだまだちょっと巻き気味でいきますね。面白い、頑張ってくださいという励ましの声言葉をいただきました。はい、そして、ショート動画からも、頑張りますというですね報告いいじゃん。はい、そして球速が速かった投手を語るからワクワクする気持ちが大事だってお話は本当に当たってると思います。広瀬さん応援してますというふうな応援のメッセージもね、見ていただいてるだけでもね、あ嬉しいですね、うん、そして、パリーグで30年近く審判された方もイラブと、ノモの名前を挙げてました、うん、確かにあの2人は別格でしたね。質問のご回答ありがとうございましたというコメントも来てます。はい、そしてがむしゃらにやるのが広瀬さんっぽくってよかったと思うという、うん、はい、そして、大ちゃんたちがありまして、やっていた、はい、帰りませんですよね、はい、コメントいただいております。これは大変だーと。いや頑張ってたなと思います。終電ぐらいまでやったからね、12時ぐらいまで。おー、終電大変だった。でも、ダメだよ、野宿したことになってない。あ、だからそこから野宿したの。12時までやってバレちゃう。ということで、はい、じゃあそして、てっちゃん先生、キツネダンスを踊るというこちら本編の方から、さすがセンスありますね、やはり元アスリートは飲み込みも早いしカッコついてますねというお褒めの言葉で、いやもうちょっとね、本編 の, あのギャルがやってるのすごいいいですよね。そうそう、ギャルがやってるなんて一緒に頑張ってただろ。あの格好でなんかやってるのやつは球場で痛くなっちゃうね。え、まあ確かに、まあ、耳つけてるんだけどね私たちもね。ねえつけたね。ねえ音ね。そしてですね、うん、先ほどの、帰れませんに対してこれは大変だっていうコメントの後のコメント、うん、私ちょっとすっ飛ばしてしまったんで、うん、皆さんにこれをお伝えしたいと思います。1000人無理でしたと公式の方からコメントをしました、うん、そしたらですね、うん、アドバイスをいただきまして、うん、はい、どんどん動画を出してみてください、そして他の YouTuber さんのやってることを参考にしてみてください、例えば激辛ペヤングとか、私も一人の YouTuber として期待してます、ということでですね、やったんですよ、そうペヤング激辛編は実はこの YouTube が開設する前にやってるので、うん、そちらを見ていただきつつ、今回はですねこのコメントにちなみまして、うん、選んだ食べ物をちょい足ししたことで、うん、とあるものは美味しくなるのかということで、食べやすいの食べるわけじゃないのね。そうよ。絶対そんなわけないじゃん。そう、安全そうなのを選んだんだけどな。はい、こちらをいただきました。それ美味しそう。一緒にありまして、うん、このカップラーメンにありでしょ絶対。これとちなみにこれはめちゃくちゃ美味しい。ダメだよ、模様に。はい、で合わせたことでどれが一番美味しくなるのかと。そして私がなんと生まれて初めてカップヌードルを食べます。マジで？え？はい、初めてカップヌードルを食べます。そんな人いるので、そっちの方がすごい。たまたまです。じゃあ、まあそういうことなのでお湯を次に行きましょう。はい、
ということで準備が整いました、はい、何を選んだかっていうのもう一回改めてじゃあ大ちゃんからいきましょうか、はい、コンポタージュと私はね完全騙されましたね。あの真っ先にこれをね取ったんですけどエネルギーチャージ、はい、いいセンスしてるわ、はい、うん、俺はもうこの泡状で水を全然これおかしくないからね。俺しょっちゅうラーメンとアンパン、うん、全然平気で食べるから、うん、でも先生この企画を発表した瞬間からテンションちょっと落ちてるから断念そうにして、うん、なんかごめんなさいって思ってる。両方美味しいものをね合わせたら欲張りですね。 そして、まあ、私田上かなピーナッツクリームということで、うん、はい、食べていこうかなと思いますが、うんうん、どうしようか、大ちゃんから。じゃあ先方を渡していきます。 OK。 でも美味しそうだな、ね、コンポタージュ。本当絶対美味しい。コンポタージュめっちゃ好きだから。入れます、コンポタージュ。全然おかしくないと思う。それを混ぜて、ね、美味しそう、うん、じゃあいただきます。安全だよ、うん、あ、匂いは完全にコンポタになってる。どうですか、コンポタがね、冷たいからね、あのラーメンのあったかさがなくなっちゃった。味だよ、味温度高いんだよ。うん、あのお菓子のさ、うん、コンポタージュのお菓子なんだよ。あ、うん、あのうまい棒とかうまい棒でね、コンポタージュ。あの味みたいな。あ、そんな感じ。ちょっと美味しい。美味しい美味しい。うん、まあありっちゃありみたいな。食えなくはない。まあかもなく不可もなくということで、うん、じゃあ次私行っちゃう、うん。はい。ピーナッツクリーム。私好きで食べるけど。僕は。優しく入れてやる。いやいや先生待って、あのこのカップヌードルというものを初めて食べるのに、どういう味か、人生初。はいはいはい、こんなのねえよ。はい、うーん、なるほど。でもこれ全部食べるんですよね。私俺たちはこの味知ってるから、これはちょっとまずいと思うよ。結構めっちゃあ、もう食べていきましょう。でも絶対広瀬さんこれ先生の逆襲よね。カップラーメンのね、洗礼をね、受けなきゃ。そう、やばやばそう、やばそう、うん、なんか豚骨みたいな色になってる。うわー、これ食べるんでしょ。あ、でも匂いはね、すごいマイルド。なんかね、まろやかになりそう。じゃあちょっと、つゆからいってみる、甘そうだけど。あ、美味しい。それ嘘。え、めっちゃ美味しい。麺いくね。うまい。うん、おいしい。でさっきよりうまいの。でさっきよりおいしい。うん、えぇ、マイルドだよ。意外だった。多分これ好きな人いるんじゃないかな。え、後で食べてほしいぐらい普通に美味しい。分かんない、確かに。確かにカップヌードルとピーナッツの匂いが来るんだよ。いや、全然悪くない。悪くないですね。おいしい、おいしい。え、結構これはおすすめできるかも、食べ方的に。ぜひ、クリーミーなのが3分入ったもんね。そう、だって半分以上じゃない、ね、先生、逆襲したと思ったら美味しいって言われた。どうする。じゃあまあまあいいわ、今度は今度は私に来た。日本人に来た。日本人、これはちょっと、これはちょっと匂い嗅いだだけでわかるもん。これ絶対薬っぽく。うわ、はい、やばい、ニャオリン。いや、なんか、うわ、気持ち悪い。ビジュアルがやばい。気持ち悪い匂いする。ビジュアルを見せた。完全に出された。ビジュアルは。プラチン化されましたね。見てこれ、見た目。何これ。夏ラーメンって感じ。いただきます。どう？あり。あ、あり。あり。オッケー。カップヌードルなんでもあるんだ。すごいまずいってわけではない。な、食べれなくはない。じゃあちょっと先生、まあこれね、普通ラーメンと後で、ね、全部全然合うけど、でも結局一緒だからさ、俺え、全部いっちゃう。お、あ、なんか売ってそう。でもこれカップ麺、これも合うんだったら、カップ麺は何でも合うっていう。茶色くなっちゃった。色変わった。汁粉いただきます。お汁粉だよ。あ、だからお汁粉に麺を入れたっていう。お、見た目ね、見た目お汁粉に麺。見た目は、はい、見た目は俺の一番ひどいよね。ひどい。じゃあいただきます。ね、これね、うん、俺その水羊羹好きだけど、うん、これは混ぜたらダメ。混ぜたらまずい。
これね、はい、みんなのはカップ麺の味はあると思うんだ。これはもう水羊羹が勝っちゃってる。だから別々にこれを食べなきゃダメ。これはちょっとやっぱり気持ち悪い。危ない。あ、これ足します？なんか足したらマシになるかも。いやいや、これはやっちゃおう。いやいや、まずはまずはこれを嘘っけ。いいじゃん、フルーティーいきます。やるよ、フルーティー。じゃあ、私もやるじゃん。せーのでいくの、みんな待ってよ。せーので、はい、シュッチャリこれ絶対俺の無理だもん。いや、やってましたよ、やってましたよ、先生。はい、せーの、はい。やっ、まずっ、うわぁ、うわっ、どうなる。劇的にまずかった。まあ、みんな、ほらね、まぐ俺のは美味しいでしょ。美味しくはないよ。美味しくはないけど、この甘いのが一瞬ちょっと爽やか。でもこれも間違いなく水羊羹と、うん、カップ麺は別々に食べなきゃダメっていうのはよくわかりました。はい、ということで、はい、まずは今回あのマリアージュがうまくいったのはピーナッツクリームかな。ね、組み合わせが一番良かったのはピーナッツクリームでした。イエーイ。試してみよう。ちびっこもやってみてください。やってみてください。やってみてください。ちょっと口直しに